ことにはならないよ。多分敵を殺せるだけ殺したら何か進展があるよね。死にたい奴は前に出ろ、ぶっ殺す。土産話ができるのも悪くないね。注意待ってね。後ろからいきなり攻撃はびっくりするからやめてね。お嬢さん、そいつは右手と左手に行ってやってくんね。しか、油断しないでいくよ。片っ端から片付ける。終わりだ。もう